どうも、新宿アボイ金城です。石田です。新宿アボイの中年の主張でございます。はい、あの漫才協会のさ、はい、カレンダーがなんか完売しましたって。あ、おかげさまで販売させていただいてありがとうございます。連絡来ましたけど、はい、もう買えないですか？もう買えないと思います。増刷もなし？増刷も今のところはないですね。ああ、はい、異例の速さです。もう12月入る前に完売してますから。全部でどうですか、10部ぐらいですか作ったのは？いや10部なわけないです。10部じゃないですか？もうちょっと作ってますか？もうちょっと作ってます。あの1000部作ってます。1000部が？はい、いつも1000部作ってるんですよ。で、いつもはまあ最終的に1月入っても、まあ売ってるよね、はい、販売させてもらったんですけ けど、今回はで初めて、いつもは中入りの途中に、はい、客席回ってね、うちはもう売ったことありましたけど、カレンダー販売してます、舞台上で一人喋って、で客席何人かね、はいはいはい、芸人が行って販売してたんですけど、まあ一応このコロナの状況もあるんでっていうので、それをなしでっつって。全部通販ですか？そうです。で去年がそれが それできなくてどうしましょうっていうので、はい、もう東洋館に来た方限定で無料プレゼントっていう、ポスターみたいなね、はい、もうベラ1のポスターで、でやったんですけど、やっぱり全然送料払うんで送ってほしい、買いたいっていう人が、そういう意見も多かったんだ。もういらっしゃって、あ、まあただそういう方もいたなっていうのがあったから、うん、じゃあもう今年はもうネット販売やってみますかっつって初めてね、はいはいはい、でやらせてもらって、でまあもちろんデザインもね、うん、大幅に変えさせてもらったんで、なるほど、まあ、セックにお願いしてね、はい、やって、その、まあ、ありがたいことにね、はあ、もうだって11月の中旬下旬に入ってない1ヶ月ぐらいですよね、販売、1ヶ月でもないか、もうちょっとなかったでも1ヶ月ちょっとぐらい、1ヶ月ちょっとで、はい、売り切れましたね、全部が。はい、そうなるともうちょっと作っとけばよかったって思うよね。まあまあちょっと思いましたね、ちょっと思ったけど、やっぱり怖いから在庫を抱えるよりは、でまたちょっと もし増刷と思っても、ね、それがまた残ってしまうと、なるほど、ね、結局収支的なので ね、まあ、そういうことね、大谷さん今いろいろ台所事情が厳しいんでね、はい、そういう形で、そうなんですね、はい、いや完売なんてもうね、今までなかったような気がするよね。いや、なかったんじゃないかな、完売は。今、叩き売りしてたもんね、例年だと。ああ、まあね、1月入って。1月入ってもね。だから、まあ、ただね、だから今回は、ネット販売。何が良かったんだろうね、それが。ネット販売が良かったのか、デザインが良かったのか、なんか絶対理由があるじゃん、今までは。だ結構会員さんがね、漫才協会の、まあ、要は芸人さんも、うん、買ってくれる人がね、まあ、例年より多かったっていうのがあって、それは結構全員乗ってるからですかね。まあそこはそうあるでしょ、そこもあるんですか、ね、はい、で、あと単純に宣材写真とコンビ名っていう従来のね、のと違って違う、だそれを変えようと思って1ヶ月に一月に一組だけっていう、ちょっと全く違う雰囲気にしたら、はいはい、まあいろんな方々から不評を、そうですね、買いまして、8月に新宿カボイっていう、いやでもそう、そこのどう考えてもおかしいだろうっていうようなメンバーに入ってましたけど、いやいや、あれも私はね相当躊躇したというか、いやいや僕らは僕らで僕ら入れ、ね、一応担当だから、はいはい、自分担当で入れるとあれなんでどうのこうのってなったんですけど、いろんなその写真撮ってくれた方の、もう園芸の立花さんとかね、はいはいはい、園芸写真家のその方の、まあ、出してほしい写真とかがいろいろあった上でのチョイスなので、はい、これはもう、これは不可抗力で、はい、自分らがご了承したわけじゃない、ご了承したわけじゃない、これも何回も話してますけど、はいはい、あくまでも、はい、そういう紆余曲折があって、はい、ってことですか。そうです、それがあって、まあ、去年のはもう売るっていうのは売ることはじゃないと、でも無料でっていう、で今年も 無料でそのポスター型のね、うん、でもまあそれだとまあ無料配布なんでマイナスになってしまうんで、なるほど、それはちょっとっていうのでネット販売をちょっと最初どうかな、売れるかなと思ったんですけど、意外とだからまあ言ったら東洋館行けない方とかね、あ、そういう方もだからまあね、
従来の中居で販売するとか、例えば東洋館の売店で販売するとか、はいはい、そういう形を取ればもう少しね買っていただける方もいらっしゃったかもなんですけど、あ、なるほどね、ただそれを決めた時期ってまだやっぱりちょっとお客さんが少ない時期だったんで、あ、確かに、だから感染状況もまだ今みたいによくはなってなかったとかね、読めなかったんで、だからちょっとね、なかなか判断としては難しかったです。で、結構全部も思い切った感じなんだ。もしかしたらちょっと余るかもなぐらい。ああ、もちろんもちろん、その時はね。だから、まあいろいろ考えて、トータルして考えてっていう感じでは設定しましたけど、はい、まあまあいい、まあそうですね、はい、だから僕が今、会員はさ、会員というか漫才協会員は一部もらえるじゃん、一人。はいはい。だから今後私が持ってる一部をカラーコピーして格安で売りますっていう商売は別に取り締まりはないってことですよね。いや、それはもう肖像権の話になってきます。だから二次使用なわけです。海賊版としてやれば、海賊版でやられたらもうそれは連絡いきますよ漫才協会。名前はじゃあちょっと変えればいいですか。名前変えても 顔がだって肖像権、顔もじゃあちょっと一人の人二人とかにすりゃいや別人ですよって、ただ似てる人ですよ、モノマネのやつです、うん、これは、うん、って言い張れば大丈夫ですか。おばん小判ですとか、うん、書いてってとか、はい、いや、まあ相当悪質な改造版になりますけどね。それはそれで逆に変に買う人がいそうだしなんだこれっつって取り締まりあるんですか。取り締まりはそこはあるでしょう。それを誰がやったんだこんなことをつって、いざらしいぞってなったら余計にですよ。すぐ犯人特定できちゃうしすぐ連絡行くよ。ああ、そう、ダメですか、はい、厳しいですね、はい、せっかく一番あるのに。まあまあ、それはそれでお使いくださいよ。使うなら親に送る。いやいや、まあそうそう、それをコピーしていくらで販売しようとしてるんですか。しかもその一部いくらでした。1000円いくら、1300円ですね、はい、うん、1000円でがっつりいきますね。がっつりいくね。いや、元でかかるもん、カラーコピー代。いやいや、そりゃそうだけど、カラーコピー高いんだぜ。いや下手したら足出るぞ。いや、それかカラーコピーしないで、そのネットでカレンダー屋さんにお願いした方が安いんだ。同じの作ってください。まあまあ、その部分全部とか作んないだろうんですよ。一部二部だったら。ああ、でしょ。それだって、まあ、在庫抱えたくないもんこっちやっぱ受注生産にしたいからさ。ああ、受注生産ね受注生産なの、まあ、ああ、まあそうね、ちょっとまあグレーゾーン、いやグレーゾーンじゃないな、もう真っ黒ですけど、 目を全部目線入れときゃいいのかな、黒で。もう目線、そうすりゃまあ誰かわかんないじゃん、言うしませんって。まあでもまあモザイクかなり、かなり洗いますね。鼻毛、全員鼻毛つけときゃいいからいやいや、鼻毛はダメですよ、だってわかるもん。いや、別人じゃないですか、これ鼻毛だって出てますね。いや、鼻毛出る可能性あるじゃん、みんな。鼻毛が出てる、おばん、こばんってで、漫才協会におぼんこぼんさんはいるのは知ってますけど、はい、違うじゃないですか、こっちだっておばん、こばん、こばんですからもう、こばんって言っちゃったよ。鼻毛が出てますよ、こっちは。あ、なるほど。違いますよね、ってことは。モノマネタレントです、うちの抱えてる。でも、まあ、漫才協会って書いてますよ、これ。漫才協会。漫才じゃないです、これは。あ、そうなの。はい。違うんです、協会。漫才協会。漫才協会モノマネグループです、うちは。あ、って言えばいけるんですか。まあ、いけるって、それを担当理事に聞いて、私がいけるっていうことないでしょ。グルですよ。いや、そんなことしたらアウトですよ。一発アウトですよ。本当に。まあ、そうですか。これは、せっかく売り切れたんだからね、そういう商売も。いや、まあ、それはね、ありがたい。ブラック漫才協会みたいな、急に団体が出てきたっつって。ああ、なるほどね。乗っ取られたっつって。うん、新しいカレンダー出ました。もう一回、二度おいしくいけない。まあ、二度おいしくっていうのは、おいしくなるのは伊沢さんなんで。漫才協会の利益にはならないなんですよ。はい。それはダメですよ。もちろん。カラーコピー高いし。カラーコピー高いとかは関係ないから、こっち。まず白黒にすないのか。白黒にしたって一緒でしょ。そうか、そこは。あれが、紙がちょっと分厚いから、いい紙使ってるよね。まあまあ、コピーの紙じゃないもんね。コピーの紙ではないですよ、ちゃんとした。紙使ってますから、上質なの、ね、はい、上質かどうかわかんないですけど、あれは。まあまあまあ、でも普通の紙 の紙よりは、ね、うん、全然厚い。そうそう、光沢があってね。あ、そうですか。まあ良かったですね、でも。まあ、あと、まあ、関君がなんていうかわかんない。もう一回デザインしちゃう。まあ、いくら渡せや、黙るだろ黙るだろ黙るだろって
ちょっとやるからちょっと頼むわ、まあ、渡すわいくらか。まあそうなってくると見出し考えたりしてるのも私もちょっとは半々ぐらいで考えてますんで、ああそうですか。だから私も半分考えてますから見出し。じゃあ金井を考えたとこはじゃあ黒塗りにするなんでだよ教えてもらえれば黒塗りにしとくかもっと面白い大喜利の人に考えてもらう。なんだかよくわかんないカレンダーなのに黒塗りばっかりになったら黒塗りにしてもっと面白い見出しに変えればいい。見出しに変えるね、うん、大喜利強い人に頼む。なるほどね、確かに。いやでもまあありがたいですね。そうですね、うん、まあね、ちょっとねコロナ落ち着いたら劇場での販売もね考えたいですけど来年、まあそれ来年の話ですよね。そうですね、まあまたどういう感じになるか分かりませんけど、はい、はい、お買い求めください。いやお買い求めください来年来年ね、来年のカレンダーどういう感じになるか分かりませんけど、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。